こんばんばは今日も前回の続きを話しますね。独父さんと独母さんが私を仲間外れにすることそれが私にとって幼少期から続く被害の中でもかなり大きな被害になっている2人セットになって1人が仲間外れになると自分が悪いと思うしかないという思考パターンに陥ってしまうそうです仲間外れはいじめです。 どこやカウンセリングを受けるまでは知りませんでしたが、私はそのことでずっと心を痛めてきた。そして自分が悪いというライフスタイルを選ばざるを得なかったから不幸だったんです。私には友達がいません。今冷静に考えるとそれはどこに行っても疎外感があったからです。仲間外れにされて傷つくぐらいだったら最初から距離を取っていた方が楽だと思っていました。仲良くなると急に不安になって、 しました。それは全部自分のせいだと思っていましたが家で独父さんと独母さんにされていたことを家の外でもトラウマのように感じていたのかもしれませんでも私に深い傷を負わせるのは独父さん独母さん2人だけです他の人は独父さんと独母さんよりも10倍から100倍はいい人です もし傷つけられたとしてもかすり傷程度です傷の程度も痛みも後遺症も全然違いますから私の YouTube では私が受けてきた「独っ屋カウンセリング」の音声も配信しています独っ屋についてもうちょっと知りたいなと思ったあなたこれまでの配信もぜひ聞いてみてくださいね今日はこれで終わりますねまた来ますね